はちょっと嫌だなと思いますね。はい、ホットケーキミックスで蒸しパン作りました。電子レンジ久々に、うん、まあできるもんだな。ああ悪くねえわ。ほら、うん、あく、味はプロテインのバニラアイスクリーム味です。うん、あ、もうちょい砂糖とか入れてもよかったかな。薄味、結構バカみたいに砂糖とか味付けねえとこういうの甘くなんねえんだよな。いや、お菓子ってほんと大量の何糖分取ってんだなってわかるわ。で、ね、そんなことはどうでもいいんだよ。これ、問題はこれ、もうネタバレありね、これね。これ、いやー、あの、多くは語らない。うん。多く語りたいときは一緒に、どっか遊びに行って、ご飯のときに語りましょう。うん、皆さん。ご飯誘ってください。アッシュがかわいそう。うん。アッシュがね、いや、アッシュほんと、もっと幸せになってもよかったんじゃないの、アッシュ。うわぁ。まあ、最後にね、15さんとの約束を守れたからよかったのかもしれないけどさ。いやー、アッシュ不幸。いや、不幸って決めつけるのもちょっと良くないのかもしれないけどさ。うん。あとね、これね、これもう、ネタバレだからね。見せちゃうけど、これさ、シークレット、うん、いい女性だ、いい女だよ、ほんとに。うん、いや、よかった、アッシュかわいそう。ノーランドわけわからん、理解できない。うん、ノーランドやばいやつ。まあディズニープラスで見ますか。うん、ちょうどいいや。ディズニープラスで見ますか。その何、貯めてたわけじゃないけどさ、溜まっちゃってた分見ますか。一回切るわ。じゃあ、まあ明日ね、仕事なんでね。4連勤で4連勤。多すぎ、ほんとに。しかも明日教育とか言ってさ、教育だるい、うん、教育だるいんだ。まあ、結構なんか、ね、俺の推しは死ななかったから、その、ロゼロスみたいな、昨夜ロスみたいな状態にはなってないんだけど、アッシュファン多いだろうから、アッシュロスは結構来てんじゃないかな、みんな。まあ、だけど、俺も結構、アッシュロスかもしれない。悲しい、結構悲しい、俺もね。
アッシュとさ、サクヤがさ、そのサクヤが捕らわれてた時にアッシュが助けに来たところ、あそことかいいシーンだったじゃん。いやいやうん、いや、よく12話であんな面白くしたよ、すげえわ、すげえ。じゃあ、一回切るね。